皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、神奈川県の中央に位置します、人口10万1000人ほどの伊勢原市の市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方映っておりますのは、小田急小田原線、東海大学前駅にやってきたところになります。こちらの駅はですね、伊勢原市の西隣にあります、秦野市内の駅となっております。以前私のチャンネルでその秦野市の中心部の市街地見て回ったんですが、この東海大学前駅のあたり、町の東側ということで散策ができておりませんでした。ですから今回は秦野市の市街地東部から伊勢原市のね、駅前中心部まで向かうという流れにしたいと思います。で、こちら駅の南側の様子になるんですが、ペデストリアンデッキが大きくあって、その周りにね、低層のビルなどが広々と並ぶ景観となっております。まあ銀行だったり不動産屋さん、コンビニエンスストアなどが見られますね。逆に駅の北側の出入り口となりますと、2、3建物が駅前に見られて、まあ、脱毛サロンだったり、飲食店など、2、3の建物だけが見られるというね、大変コンパクトな駅前となっておりましたから、まあ、駅前の雰囲気まるで違うなといったところだったんですが、で、その方は南口の方から伸びております、県道614号沿いを歩いてきたところです。途中、ダイエーのスーパーマーケットが映っておりましたよね。これ、映像は2023年10月の散策となったんですが、まあこれ、投稿は2024年5月ですけれどもね、その2023年末でどうやらそのダイエーは閉店をしてしまっていたそうです。で、映像の方はね、県道613号線という別の道に入ってきまして、すぐのところに、ザ・ビッグのスーパーマーケットがありましたよね。まあそちらにお客さんが流れたというか取られたという感じなのでしょうか。で、その東海大学というのは今までの駅前から南側に大きくキャンパスあるんですが、映像の方は逆にね、市街地を北に向かって進んでおります。まあ神奈川県のね、中央部、まあ山側に位置する都市ということで結構坂がある県道になっていたんですが、途中個人のご飯屋さんとかね、集まっているところなんかありましたが、だんだん進んでいきますとガストが見られたり、こちらにもマクドナルドがありますよね。で、ここからもうちょっと北に進んでいったところに、小田急小田原線のもう一個隣の駅があります。それがですね、鶴巻温泉という駅になっているようです。まあ実際にその駅名の通り、温泉地というのが、はい、今ね、鶴巻温泉と書いてありますが、北側にちょっと広がっているようです。あと、今上の方に書いてありますが、弘法山という山が名所なようで、登山にもうってつけの場所となっているみたいですね。で、ご覧のように駅とか線路のところね、まあ、デッキというか歩道橋がありましたので、上がって見てみることにしました。駅の北側となりますと、マンションを中心に高めの建物が一気に増える景観へと様変わりをします。まあ、駅前ということで集合住宅が多数あるわけでしょうね。駅の建物の向かい側のマンションの下の方に、いろいろね、お店だったりテナントが入り込んでいる感じで、で、駅からちょっと北側に入っていきますと、このように、まあ、温泉地らしく入浴施設があったり、細い通り沿い、ご覧のように個人店がね、いくつか連なっているエリアというのもありまして、独特なローカル感というのが歩いていて楽しいものですよね。で、そうした駅前の様子を見た後に、またさっきの県道612号線の幹線道路に戻ってきて、さらに市街地を北に進んで伊勢原市方向を目指していくこととします。この辺りね、ファミマですとか唐揚げ屋さん、
さらに道路の向かい側にちょっと大きめの建物の商業施設がありますね。まあ、スーパーマーケットと100円ショップがくっついているという感じでしょうか。その向かい側にはお蕎麦屋さんなんかもありました。まあこの辺をね、もうちょっと北に進んでいきますと、今標識もありましたが、伊勢原市に入っていくというふうになります。まあセブンイレブンありますが、そこのもうちょっと北に進んでいきますと、自動車専用の大変大きな道路が見えてきて、そちらが東名高速道路になっているんですね。今映像左側に映った建造物です。右側には鶴巻温泉を示す立派な看板がありまして、こちらね、東名高速道路から見ることができるようになっております。そんな東名高速道路が見えてきたところで、東西に伸びております大変大きな幹線道路にぶつかりました。こちらを東向きに進んでいきたいと思います。こちらが国道246号線、よく246と言われる道路になっております。道沿いですが、ハードオフ、焼肉キング、後楽園、はい、こちらもかつやなんか映っておりますが、大手のご飯屋さんがところどころ見られるといった風になっていますね。くら寿司がこちら見えてきました。さらに行きますと、バーミヤンがありまして、向かい側、反対側もですね、奥の方、丸亀製麺に、ココス、さらに高めのルートインのホテルなんかも見えているという風になります。まあ主要な道路ですから、トラックの交通量というのも大変多いのが見ていてわかりますね。まあそんな中でベルクのスーパーマーケットがありました。まあこちらのスーパーね、私が好きなスーパーマーケットの一つですから、ちょっと買い物をしてみることにしましたね、この撮影時。で、向かい側ワークマンとサイゼリアが見られますね。まあ、結構ね、高い建物が多くなくて、空が広く開放的な街並みをしている雰囲気ですよね。建物の密度もそんなに高くないですし。で、この辺、ステーキガスト、ビッグボーイという風にお肉系のお店がバチバチとやっている感じがしますよね。北海道のね、豚丼のお店なんかもありました。その先、まあ、メインの道路からちょっとそれたところにカラオケ、招き猫、青木という風に並んでいて、反対側にイオンの建物がご覧のようにあるんですね。こちらがイオン伊勢原店の建物となっているんですが、こちらについてもですね、なんと2024年1月で一旦閉業をしてしまったようなんですね。こちら一時的な休業でまた建て替えるそうなんですが、まあ、ですからね、まあ、2023年の秋に撮影したものですが、これ2024年のね、春に振り返っただけで結構閉まってしまっているお店が多いというのがびっくりという感じです。で、246の道路から県道611号にちょっと北にそれますと、しばらく行くとね、商業施設が固まっているところが出現をしてきます。ヨークマートが見えてきましたが、その奥でですね、ダイソーだったり、ノジマ、パシオス、シュープラザ、書店、ロイヤル、ホームセンターなんかが、固まっているところありまして、MY プラザという建物になっていたようです。で、そこから南東に行ったところにね、この街の主要駅、小田急、小田原線、伊勢原駅があるということで、まあ、映像を撮りながら向かって行ってたんですが、ちょっと映像データがね、なくしてしまいまして、駅の北側はかろうじて残っていた写真でお届けする形となってしまいました。まあ、神社だったり、ブックオフですとかね、ローカルなお店が連なっている、なかなか面白い景観だったんですが、まあ、これはちょっと悔しいですね。またリベンジで伊勢原市行って撮りに行けたらなというふうに思っております。ということでね、まあ仕方はないですが、伊勢原駅に到着してから駅の南側の様子を最後にお届けするという形にいたします。ご覧のようにね、そんなに範囲は広くないんですが、ビル群が駅前で固まっているという風になっております。まあ、ロータリーの奥にですね、ご覧のように、まあ、塾が入っている建物ですとか、あとはね、普通に複合商業施設もありまして、伊勢原コマというのかな？
スーパーマーケットですとかサイゼリア、エディオン、ビッグエコーだったりが入っているお店がありまして、私もちょっと入ってみたんですが、なかなか便利な感じでしたよ。その奥にはね、イトーヨーカドーもご覧のようにあるといったふうになっております。まあそんな大型商業施設が固まっているのと、反対側のロータリー前を映しておりますけれども、まあ松屋がビルの下に入っているなどする景観となっていますね。まあ前の秦野市を散策した時のね、歩いた景観を思い出しますと、結構この神奈川のね、中央部山側の景観というのは全体的に近い雰囲気を有しているのかなというふうに思いました。まあまた駅前リベンジで撮影しに行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。